洗濯物の回収だ。野郎ども、溜めてるパンツを出しやがれ。ああ、女性兵はこっちのバッグに入れるんだ。心配するな、彼に直接渡しに行く。よかった、ラズに下着を渡さなきゃいけないかと思ったわ。誰がお前の下着なんか欲しがるかよ。わからないぞ、ラズは生粋の変態だからな。あれは10歳の頃だったか、ストリップ劇場に忍び込もうとしたぐらいだ。そうそう、思い出した、大人に変装しようとして入り口でバレたのよね。お仕置きのために大通りにさらされてた時のあの雑なカツラと厚底ブーツ傑作だったわ。しかも期待に耐えられず扉をくぐる前に卒倒したせいでバレたんだ。そんな理由だったの？ますます傑作ね。おいお前ら、好きかって言ってるがあれは度胸試しでだな。はいはい、度胸試しな、大した武勇伝だよ。ああ、ここにいたのか。レイリー、君の洗濯物は？今から自分で出しに行くところよ。そうか、安心したよ。なんであなたが安心するのよ。いや、そのみんなが色めき立ってて。あ、そうだレイリー、着替えは足りてる？ええ、たっぷり持ってきたから大丈夫。そういえば気になっていたんだが、この服は自前なのか？エディンバラ軍の正規の軍服にはこういうデザインのものはないよね。私ここでは敵団兵だけど、本職は研究者だから。技術提供してきた実績を買われて将校として着任してるけど、士官学校出てないから指揮権はないし、いわばモグリの将尉なのよね。なるほど、それで適当な軍服がなかったわけだ。そういうことだったらって自由にさせてもらってるの。戦場に出るにはちょっと問題があるんじゃないかな。そう？涼しいし見た目より機能的よ。レイリーは昔からスカートしか履かなかった。今さらズボンを履けと言っても無駄だ。うらやましかったらクロードもスカートを履いてみれば。うらやましいんじゃなくて。はあ、もう。クロード、クロード、おかしいわね。ここその声はレイリー？そうだけど、ちょっとあなたどこにいるの？ここだ、ハーフェン号の下だよ。ごめん、今手が離せないんだ。整備しながらでもいいかな？ええ、構わないわ。少し相談したいだけだから。こいつ、硬いな。なんだい？実は敵団を改造してみようと思って。ため、この、続けて。ねえ、
聞いてるの？聞いてる。ちゃんと聞いてるよ。敵団が何だって？改造したいのよ。もっと戦略が広がると思うわ。それでハーフェン号の予備のパーツを少し分けてほしいんだけど。どう思う？問題なさそうだ。表面上は。表面上？二人の間に何か深い溝がある。そんな気がする。へえ、そんなもんかね。女の勘ってやつか。私は男だ。忘れるな。忘れちゃいねえが。こんないい尻した野郎がいるか？何しやがる。こっちのセリフだ。ただのスキンシップだろうな。勘違いしてんじゃねえよ。お、なんだなんだ。いいぞ、やれやれ。よかった、これで思う存分改造できるわ。あなたも楽しみに。あら、もう何やってるのかしら、あの二人。あの二人、誰と誰だい？決まってるじゃない、ラズと。ラズと？あ、いや、その、これは。